ここでもう皆さん分かってますよね、トシ君のオリジナルソングを聞くソングルームのコーナーですよ。待ってたよねみんな。オジリナルって言ったけど、ね、オリジナルだよ、言ってないよ。それではお聞きください。豊永俊之でボルシチは美味しいな。うわ、まあね、ロシアに精通してるトシ君ですからね。ミカドも全然精通してねえし、どっちかっていうとサイモンさんだけど。そうですね、俺の名前はボルロック、ボルロック、私の名前はボルハチ、君は誰、君は誰、そう僕はボルシッチ、少しソースープの色が薄い、もう少し赤くなりたいわ、もう少し赤くなりたいの、そう私のボルシチは薄ピンク色。確かにちょっと節分関係ないじゃん。ボルシチとかなんでボルシチなの、なんなの。全然ちょっと俺はボルロクって言ったのにまた僕はボルシチって言って3人出てきたから今、そうだね、3人出てきた、3人出てきたんだね、じゃあ花ちゃんに渡ってもらいましょうかね。なんだよ、やめようよ、これカットされるよ。バカバカっていうララジはほとんど今までノーカットだぞ。それではお聞きください、花澤香菜で節分の本当の意味。節分の本当の意味を知ってるかい。俺もあんまり知らないんだけどね。知らなかった。節分の本当の意味はね、豆が美味しいからいっぱい食べたいなっていう人がいっぱいいたからだよ。はい。うっかりだね。リスナーの皆さんからお便りを紹介するチャットルームの間違いでした。うわ、うっかりだな。はい、早く紹介して、紹介しよう。ハンドルネーム、はい、ピーピピピーさんからいただきました。ありがとう、ありがとうございます。トシ君、花ちゃん、こんにちは。うん、こんにちは。デュラララ一期が放送された2010年から5年、それだけの歳月を得て完結する作品はなかなかないと思います。そうだね、複雑な事情を持った少年少女がいろいろな事件を通してバラバラになってしまいましたが、向かっている方向は違えど、みんなでまた楽しく過ごすというゴールに向かっていることは皆同じだと信じています。デュラララとデュララジで歩んできた5年間はとっても早かったですね。私はこの作品を永遠に愛し続けます。あ、ありがとう、ありがたいね。ラジオを聴いているデュラファンの皆さんも同じだと思っています。なので、この作品への気持ちをサンキューのあいうえお作文、サンキューのあいうえお作文で、どういうこと、サクッとまとめちゃってください、お願いします。っていう最後は軽いのです。サンとキューとウ、そうの3つってことだね。サンとキュとウ。この作品への気持ちを、本当、なんかすごいいいこと言ってたのにな、ね、なんか愛し続けますとかね、デュラララのテーマにも沿ってる答えだったのかな、まあでもいや、どうしても欲しいんだよ、ね、サンキューのあいうえお作文が。じゃあやってみようか、じゃあ前回僕が落ち担当したちょっと今回は花ちゃんがサンとうん、1番目と3番目、はい、この作品への気持ちでしょ。そうです、デュラララへの気持ち、デュララジを、デュララジへの気持ち、はい、いいですか、はい、じゃあ参りましょう、サンキューの3、サンサンと輝く太陽のように。おお、サンサンと輝く太陽のように、サンキューの9、キュートな花ちゃんと共に歩んできた、歩んできた。終わり終わり。さんさんと輝く太陽のように、キュートな花ちゃんと共に歩んできた、サンキューのう。嘘のような本当の話。え、怖い話、何これ。え、怪談、怪談話これ、何、何何何何。あ、もうや
階段が始まるのこれ。そうだね。怖いでしょ。怖い話、怖い話だったね今。怖い話になりましたけれども。いやまあ。そうか、でも5年か。そうだよ。うん、5年も経ちやね。そのような本当の話になるよね。そうだね。嘘か本当か分かんなくなる。分かんなくなってくるよね。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、これからも愛し続けていただければと思います。お願いします。こんな僕らですけれども、よろしくお願いします。お願いします。ケツまで見届けて。ね。ぜひぜひ。